野島 T リーグ3年目ラブオール。ボンミスはできない、丁寧に行かなくてはいけないけど、丁寧に行きすぎるとそこを狙われてしまうので、はい、丁寧にと大胆にのこの駆け引きが非常に難しいと思います、シックスオール。はい、まあ、第一マッチのダブルスを木下側が取っているだけに、ここはしっかり、しかもエース石川佳純選手ですから、はい、当然白星ということをね、想定してベンチの方は考えてるでしょう。すごい、これはいい、大胆に行きましたね、積極的に。これちょっとダメージ大きいですね。サーブ3球目、はい、飛んでいく、アウト、セブンオールになりました。いや、このラリーの中にもめっちゃ駆け引きありましたね。ハイン選手も打とう、いつ打とう、いつ打とうっていう風にチャンスを伺ってますし、はいはい、おセブンオール、うん、なんかこういうシーンがついさっきもあったような気がしますが、はい、3球目見てみましょう。これですね、タイムアウト、やはりこれはちょっと、厳しいところでありますからタイムアウトを取りました。表情がすっきりさえないと言いますかね、そういう感じにはなっています。まあ、第4ゲームは、はい、ハイン選手が素晴らしいプレーだったから、まあ、切り替えてというような内容で話してますね。あ、まあ、日浦さんは、まあ、中国でプレーをしたことも多少あるんでしょうが、はい、中国語が少し、堪能であるということですので、はい、はい、さあ、ただもうこうなるとなんでしょうね、何が勝敗を分けるでしょうね。まず一つは気持ちですよね、はい、気持ち、まあ、積極的に気持ちではいくんですけども、はい、プレーは丁寧に、でもチャンスは見逃さない、もしもめちゃくちゃ難しいんですけど、あとはこのハイン選手のレシーブですね、うん、石川選手のレシーブ、はい、ちょっと迷いがあるように感じますね、はい、石川選手。いや、ここの今これで、セブンオールから2ポイント、まあ、そのセブンオールになったポイント含めて3ポイント続けて範囲が取っているということになります。うん、あ、8、9、逆に言うと今のドライブも相当回転がかかってたなという感じではありますが、ハイン選手はラケットには当てましたけれども、はい、あらぬ方向へ飛んでいってしまったという感じになります。スマッシュでしたね、連続3本連続スマッシュで。ああ、そうですか、はい、じゃあ回転じゃないですね、私の場合、はい、それでもっと激しく突っ込んでください、はい、違いますからっていう8-9です。はい、うわ、切ってます、来た、うわ、あ、あそこ回り込むんだ。そうですね、回り込んで思いっきりいただきました。結構低いいいドライブだったんですよね、はい、あれちょっと攻撃難しいと思うんですけどね。うん、それをもうほとんどスマッシュかと思えるような、ナイスドライブでした、はい、さあ 10-8、 あ、 10-9、 あ、アウトでした、危なかった。
ただ気持ち的にはハイン選手が少し強気ですよね、はい、石川選手が受け身になっている感じがします。レッテンナイン、おお、いいラリーになっています、うん、いや、その前まで相当切ってるなという感じが、ね、伝わってきたんですが、そうですね、めっちゃ我慢しましたね、本当ですね、はあ、あれを打ち込んでいるとそれこそネットにかけるという感じになるってことなんですか。そうですね、はい、それで我慢と。そうですね、我慢も打ちたいボールも一回つなげるみたいな感じですね。さあ、10オール、これで全てが決まります。この1本前へ、さあ、あ、ネット、あ、10-11、ハイン選手アンラッキーでしたけどね。そうですね、あ、すいません、これファイナルゲームですから、はい、ファイナルゲームはジュースがあります、はい。さあ、10-11です。おー、決めたかったところですが、です、ね、石川選手はこのサーブで先に1点取りたいですね。次、羽生選手のサーブがあるので、いやいやいや、今ミドルを強烈に打っていきました。気持ちが強い。強いですね、はい、簡単には終わらせないぞという石川。さあ、ハイン選手の攻撃に気をつけないといけないですね。石川のサーブです。さあ、まあ、今ブロックするだけになってしまいました、はい、ネットです。バックミドルに、いいコースにドライブが来ました、うん、ですね、うん、このタイムアウトは、まあ、石川選手のタイムアウトなん、ハイン選手ですね。ハインの選手の方ですね、はいはい、サーブを持ってるので石川選手はもうしましたもんね、タイムアウトをね、はい、うん、はい、あ、そうかそうか、サーブを持っているん で、ここでやはり、まあ、1点リードもしてるので、うん、もうこのタイムアウト取られることでも石川選手、私が石川選手だったら本当にやばいって感じなんですけどなるほど、はい、ただそこは私と違うのが石川選手なので、うん、ここから流れが、ま、を変えるかもしれないです。そういうことですね、13-12、さあ、おお、なるほど、こういう、まあ、確かにあの
台に近いところでの打ち合いってことになればやっぱり石川の方が少し上だぞという感じなんでしょうね、はい。石川がワンポイントリード、そしてサイド切ってスマッシュでした、もうジュースになってからは1本ごとのサーブ1本交代ということになります。今度はハインのサーブ、あー、これで終わりました。15-13、いや石川が勝ってゲームカウント3対2で、石川がハインを破りまして、これで木下側が、いや苦労しましたが2戦2勝という形になりました。